どうも皆さんこんにちは、キュウキュウです。今回はですね、ターンホール10の全開対策陣。全開対策陣というのはこのようなターンホールが、外寄りに寄っている配置で、これ全開対策陣というのは星には取ってくださいっていう配置なんですよ。しかし星さんは取られたくないっていう配置なんですね。なのでこれをですね、私が今ハマっているジャイウィズゴレビズですね。ジャイゴレウィズでですね、早速解説をしながらクラン戦実況をしていきたいと思います。編成はこちらですね。ジャイアント10体、ゴレム3体、そしてペッカー1、ウィズ21ということで、早速ですね、まあ、見ていくことにしましょう。攻撃。いきたいと思います。ですね、まずはですね、自信を落とします。自信ね、焦ってね、自信外したら嫌なんで。しょうがない。まずいきますよ。まずはちょんと出してですね、ターゲットを取らせた後に、ジャイアントとウィザードでですね、削っていきます。はい、削っていくんです。でこちらも削っていきましょう。ですね、これ攻める前にすごい確認してください。すごい確認しないと、ここは何体使おうっていうのを決めていかないと厳しいので、しっかりとここは何体っていうのを決めていってください。さあ、ここで相当パーセント取れるんじゃないですかね。17か。20。ちょっとここ。20か。ですね。バブリン上がった。さあどうだ、これはいったか。よし、 OKOKOK。 そしてこちらも穴開け。よし、いいぞ。ちょっとウォールブレイカー持ってきすぎたな。まあいいか。そしてゴーレムを出していってですね、そのしっかりとサイドカットもしていきます。このパーセントがね、非常に重要なんですよ。はい、そして、まあ、適当にウォールブレイカーで巨爆とかを解除するためにですね、いきまして、そしてこちらゴーレム。ちょっとペッカがあかんか、これ。ペッカが相当、ちょっと隠してすら4連落としますね。そして、スケルトントラップを処理。今ちょっと結構、プレイング良かったかなと思います。やっぱり、テスラ4連は、ペッカが一瞬で死ぬんで、はい。こんな感じでやれば、普通にですね、星に取れます。はい。はい、取れますね。はい、取れますね。取れました。よし、ちょっと。こんな感じでやればですね、本当取れるんですよ。なので、その、星さん対策陣のベースに関しては、周りを削って、ガーゴイルやアーチャーで削れるところは削って、そしてこういう風に壁にですね、こういう施設が、近いベースに関してはジャイウィズで削ってから、まあ、地震じゃなくても、ここは、ジャンプ1で、フリーズを2発持ってくっていう場合もできます。このようにですね、やればいい感じに、まあそのターンホール10の戦いにおいてこういう配置はですね、ほんと取るべきなので、取らなくちゃ勝てないっていう場合もありますので、ぜひとも皆さんこういう試し方でですね、ターンホール10の方はやってみてください。ということで、ご視聴ありがとうございました。じゃんじゃん、チャンネル登録してね。チャンネル登録をしていただけると私のモチベーションがぐーっと上がりますので、ぜひとも皆さんチャンネル登録よろしくお願いいたします。